さあ始まりましたカッサンチャンネルです。もう最後最後と言いながら今日が本当に最後の塗装になります。本体ですね。なぜ本体を出したかというと、これですね、これアクリルクリア拭いてるんですけど、ちょっとネットで調べたらアクリルクリアの上やったらウレタンいけんちゃうかっていう。で、前回のウインカーですね。これね、ウインカー塗装するときこれいいです、便利です。はい、スプレーのキャップの上にやればセンターとサイドスタンドですね。これもがっちりウレタンクリアしたいと思います。遅いんですけど、ウレタンクリアの塗料かなり体に悪いみたいなんで、メガネとかマスクとかちゃんとしとかないといけないんですけど、僕かなり怪しいですけど、レッスン。待ってる間にですね、ここペーパー掛けします。うーわ、できない。よし、組み立てます。衝撃の事実が発覚しました。サイドスタンドとセンタースタンド、今から考えたら4つ穴あるんですよ。4つ穴があるんですよ。ネジが2つしかありません。めちゃくちゃや。それは違うネジで代用してもつけときます。足らなくなったネジはもうだから、よし、よし、よし、完成。よっしゃー、せーの。おっとね、おたた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 、いい加減やな。とりあえずなくなったらもうまあ頼んだよ。とりあえずこれ、はい、そうこうしてですね、ホンダ純正パーツ届きました。何頼んだかはもうちょっと忘れたんですけど、ステムのこの、うわめっちゃ綺麗、やっぱちゃう、やっぱちゃう。新品を見てこの輝き、うーわ。あ、皆さん、でもここのオーリングは使い回さなダメです。このオーリング使い回せんの？え、こんなんいるの？めんどくせ。どうやって外すのこんなん。今でこじったらキュッキュッって出てきた。うん、まあ、これはね、日々オイルにまみれてるのでそんな劣化しないです。これを新品の中にこう入れて、はい、完成。おいやな。え、ほんと？こうか。どっちでもいいか。何してんねん、俺。新しい方に交換してへんがな。もう一回古い方に付け直してるがな。はい。このステム全部締め込んだんですけど、ちょっと失敗がありました。この、シルバーのところあるじゃないですか。ここが、この動くところのこのちょっと段差になってるんですね。この切りかけにちゃんとここがこのシルバーが合うように、この上もこの切りかけが合うようにして組み上げてください。でこの3本ね、スイングアームつけます。
このぐらいでしたっけ、高さ。その辺もだから、なんかつけな分からんすよね。ショックかな、ショックつけたら分かるんかな。はい、それではですね、ショックつけていきます。久しぶりですね、つけるの。こういう風にネジここにやっぱつけとかなあかんよな。つけてたら次楽やね。つけとけよって。最初の頃そういうの分かってなかったんですよね、本当に。はい、やっぱ悔しいですけど、ホンダの純正のネジってやっぱめちゃくちゃ綺麗ですね。本当に綺麗で、はい、調子に乗ってマフラー関係もつけていこうかなと思って。つけもう閉めとこうか。よい、まあこんな軽くね、軽締め。はい、今日の成果です。ウインカーつきました、リアフェンダーつけました、リアのライトつけました、マフラーつけました、ショックつけました、スイングアームつけました。どうでしょうか。あとここもちょっとね磨いて綺麗にしたんで、まあもっと綺麗にしますけど、はい、こんな感じ。はい、ブラックを基調にしたウインカー、マフラーもつけたよ、光ってるよ、フロントも結局ウレタンのクリア拭いたよってなんですけど、まあ、案外カットしてますけど、つけた後にあやっぱ違うわ、外して調整してもう一回つけ直したりとかっていうこと結構ありますね。だから外すよりもつける方が結構やっぱ大変なんで、まあ、これからやる人は僕ちょっと思ったのが、やっぱ外す時にきっちり資料残しといた方がいいですね、順番とか。でそれを自分で見返してつけるのが一番いいかもしれないですね、うん、と思います。それではですね、今回、まあ、結構進みましたよね。またトロキ次第タイヤとかね、スプロケチェーンやっていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。それではまたカッサンチャンネルお会いしましょう。さよなら。